行くぞみんな。行くぞみんな。
ということで、弊社神城エンタープライズとナイルコープとの間に不正な企業買収があったことが分かっちゃったんです。上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった、昔昔の話ではある、はなはだ遺憾なことであり、当然許されるべきことではありません。だから、部長に課長に平社員、出入りのお弁当屋さんに至るまでみんなやめてもらっちゃいました。そしてこれからは私が CEO として直接会社を運営していくことにしたんです。今までの組織をまるまるっと変えちゃって、スピーディーな意思決定でお客様の求める新しいサービスをどんどん生み出していけるようにしていきます。実は今日早速その第一弾としてとっておきの大プロジェクトを発表しちゃおうかと思ってるんです。そうで、わー、今や皆様の生活の基盤ともいえる弊社の基幹サービスエデンの大幅アップデートです。今回のアップデートで、あんなことやこんなことができるようになっちゃうんですけど、詳細はまだ秘密。でもでも、エデンアップデートをいち早く体験できる体験会を開催しちゃおうかと思ってるんです。絶対に参加して神聖神城の誠意、そして新しいエデンの可能性を直接体験してくださいね。やられたよ。ええ、敵も去るもの見事に先手を打たれましたね。お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに神城の強制捜査に踏み切ろうとした矢先だ。神城側からその件に関するリークがあったんだ。内部告発という形でな。つまりこちらが追及する前に向こうから罪を告白したということさ。